よろしくお願いします。はい。では今日は高橋ロビのシネマ館配信。今日も映画監督とお話したいと思います。まずは自己紹介のほどお願いします。映画監督、脚本家などやってます、松本拓也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今回は監督自らメールいただきまして、ありがとうございます。光栄でございます。こんな。もう自作で、もうどんどんいろいろと自分で宣伝していかなきゃいけない時代に突入しまして。ね、今、この関東も関西もそうですけど、そうやって頑張らないとね、そこから広がっていくという愛なんですけそうど、なんですよ。はい。だから、全然ちょっと余談なんですけど、昨日、はい。僕は毎日、ケイズシーマで今度上映があるんで、チラシはい。配り毎日通ってるんですけど、はい。びっくりしたのが、その初めてお会いした監督さんが配ってらっしゃって、別はい。の、一緒になったんですよ。でも聞いたら、自分は監督だけど、普段、今回は全く縁もゆかりもないこのチラシを配ってるって言って、宣伝で入ってるらしいんですはい。はい。はい。なるほどね。よ。監督さん。はい。で、ってなんで監督なのに宣伝で入ってるんですかって言ったら、いや、自分の作品の時に、自分でこれ見たり宣伝してたから、そのノウハウがあるから、お前やれって言われて、プロデューサーに。だから関係ない作品の宣伝をその人はやってました。ああ、なるほどね。あ、自分の作品だしね。もう宣伝そうとなしんて。ですよ。びっくりしました。だから普段監督なのに、俺なんか宣伝で今入ってるんですよ。なるほどね。ケータ・ネバーダイっていう映画、なんかよく聞いてたあの作品の監督さんでした。なるほどね。びっなくるり。ほど。まあ、関西ね、大阪でも劇場前とか神戸はね、元町映画館前で配りある映画監督は、あ、やっぱ多り、いですそう。けどね。でもやっぱこう、店とか行って、こう、タイアップを勝手にやっちゃうというかね、やってますけどね。あっちこっち行ってはりますけど。なるほど。はい。はい。今という回こね、といで、ただき監督の、今回の作品も、あっちこっち、あっちこっジちャージニーャーということニね。ー。ちょっとジャーニーが入ってびっくりしたね。いやいや、これはまあ旅のね、なるまああとさよならの意味も入っほど。そうてですますけね。ど。じゃあねっていう意味ですね。言いますね。そうなんです。はい。簡単にあらすじのお願いします。末松という、売れてない芸人がいて、で、ピン芸人、コンビ芸人だったのがピン芸人になってしまって、で、この末松が、どうにかもうずっとくすぶって売れないから、もう必死にもがいていて、で、古いもの、新しいものはあんま好きじゃないんだけど、お笑いやってるし、取り入れていかなきゃいけないってことで、いろいろとやっていく中で動画配信とかも、じゃあもう若者がや、若手の後輩とかはやってるし、自分もやるしかないってことで始めるんですけど、でもやっぱり一人でやるにはうまくいかないときに、ふとなんかもう全くの他人というか、赤の、全く縁もゆかりもなかった女の子と知り合いになって、簡単に言うと元カノの娘さんだったんで、全く知らない相手なんですけど、もういろんな人に手伝ってもらおうと思ったけど、ダメで、しょうがないから、6歳の女の子しかいないっつって、すがりつくような思いでも、この全くの知らない女の子に、その動画配信の手伝いをしてもらうようになって、その流れで、末松の同級生から、キャンピングカーのプロモーションビデオ、旅行きなのにプロモーションって、ああいう面白動画で、お前の好きだからの面白動画みたいなこと言われて、で、結局、周りの芸人に一緒にやろうよって言うんですけど、全くダメで、やっぱり頼るのは6歳の子しかいないという、情けない男で。で、この6歳の子に無理やりお願いをすると、6歳の子がじゃあ行くけど、自分のお父さんに会いに行く旅にしてほしいと。自分のお父さんに、覚えてない、あんまり。お母さんが一人住んでるから、お父さんあんま覚えてないから、その遠いとこに住んでるから、せっかく旅行くのはそこに行ってって言われて、交換条件で、キャンピングカーに乗りながら、二人で旅することになると。なるっていもう、片う方ね、は、ですね。そうなんですよ。片方は動画作り、片方はお父さんに会いに行くっていうことを、目的として全くのこの繋がらなかった二人が、ただ二人とも運転できないっていうことで、ですね。そこから珍やっ道ぱ中ドね。ライバーが必要で、ドライバーが、一人いまて、あまあね。それで旅に出るみたいな話っでていすうね。ですね。そこからまあいろんなね、展開があってっていう、あそうれなんですですよよ。ね。それ以上言っちゃうとね。なんか、いや、もういけるとこ。労働分離だからね。そうなんです今、よ。我々、今年の我々邦画は、ちょっと労働分離系が多いですよね。あ、本当ですか。いろんな映画の、陽子の旅もね、我々、労働分離する映画で。なんか、今年拝見した中で我々、資本をありますね、労働分離が。作りやすいんですかね、なんか割合、労働ムービーが。やっぱ、ロードムービー僕も好きで、たまにやっぱ撮ったりはしてるんですけど、今回はそうですね、久々っちゃ久々だったかな。
だからやっぱり一箇所で撮るよりも、そう旅していく中での方が、そうです。やっぱその走っていって景色が変わっていく中で、関係性、人間の関係性も変わるっていうのは非常にこう見てて、まあシンクロ感、まあ自分自身観客で好きなんです、そういうのが。なるほどね。やっぱり登そ場の人し、物も登場させやすいんですよね、多分ね、ロードムービーまあいは。ろんなところで出会いがあるし、やっぱ終着、その終着点に向かってどうなっていくのかっていう、そのちょっと高揚感というか、まあ自な分るの映ほど。画でもそこは大事にしたというか、で、まあ、せっかくなんで、やっぱストレートには行かず、やっぱ寄り道が僕は好きなんで、ロードムービーで。脱線じゃないですけど。まあ、後にはこう行けないっていう方が好きなタイプなんで、なるほどね。なるほどね。今心がけましたね。まあ、元の監督はね、お笑いをやってはって、でももう、でも映画監督の方が長いんで、そうですね。ね、映画監督っていう方が、もう死になっておりですまかすけど、ね。まあ一応自分自身お笑い芸人の旗を下ろしてないぞってもがいてるんですけど、そうなんだ。だから今回いろんな監督の経歴とか拝見して、で、映画を見ると、こう、我々、監督も演じてるんですけど、そうですね、今回なん出演か、してます。自分の自叙伝みたいな感じのイメージもあるんですけどね。まあ、なんかこう、お笑い芸人が出る映画って何回か撮ってますけど、他に2本ぐらいあるんですけど、いつも他の人に演じてもらってて、自分はやるってことはなかったんですけど、今回3本目にして、まあちょっと自分がやってみようという気になったというか、それで、そうですね、その売れてない芸人、まあ今売れてない監督ですから、やっぱそこにこう被せて、やっぱりなんで俺はブレイクできないんだっていうその葛藤とかがリアルに出せたら、いいなっていうのがあって演じた部分が結なる構ありほます。どね。だからまあ、で、そあのとは、辺もなんか二重構造になってるなと思いながら、ありが拝とうご見ざいさせてもらったんですけどね。ます。まあ、あとはもう本当に、例えばその書くきっかけのいろいろな中で、やっぱ芸能の中でも亡くなるニュースとか結構あったりして、まあ、自死される方とか、そういうのとかも結構こう、見ていく中で、なんかこう、一つ作品として、なんか自分として答えというか、昇華してみたいなっていうのが、やっぱ、なるほど全くね。僕、つながりはないんですけど、例えば、ダチョウ倶楽部さんのこととかもすごいびっくりして、やっぱ、僕は本当一視聴者なので、やっぱ明るい上島竜兵さんしか見ていなかったので、その中でやっぱ、ああいったことが起きたときに、なんかこう、すごいびっくりしたというか、なるほどね。だからその辺のちょっと要素も入ってまそうすなよんですね。よ。そう、今そおうなんです。聞きしたら、あ、なるほど、だからかっていうのが、今感じましたね。言いませんけど、あ、なるほどね。そこは感動、やっぱ思いがあったからっていうのが、このそうな映ん画ですのよ。中のやっちょっぱりと、どっかで、例えば偉人の方とか、なんか、この方亡くなってしまったのかって思った時に、やっぱり、あるじゃないですか。この方ってそんな亡くなる、まあ、爆竹のボーカルさんも亡くなったりとかしても、やっぱりびっくりして、で、あれって本当は自分もしかしたらその人が生きている世界線というか、そっちにいたのかもしれないとなるか、ほどね。もっと言うと自分がやっぱり本当はお笑いとして、こうずっとやっていく中でブレイクしている世界線があったのかもしれないとか、誰しもがその思うそこをちょっとこうロードムービーに落とし込むというか。で、これ、まあ、先ほどその監督との二重構造を言いましたけど、まあ、その旅する中で、まあ、動画を撮っていくんですけども、そこも、この映画の中の動画っていうことで、なんか二重構造になってるのかな、どこまありでがとが、うごその演技で、演出で、ざいかな、というのがすごいわからなくて、ます。まあ、単に、どうですか、動画を撮りに行く二人を追っかけたドキュメンタリー風なイメージもあったりとかするんで、もうそこは我々、あ、これ二重構造になってるよねっていうのがありましたがね。とうございます。もともと結構その POV、いわゆる手持ちカメラの、ポイントオブビューみたいな映画が好きで、で、今回は逆に言うと、ちょっとそこの要素少なめにはしてるんですけど、やっぱ好きなんで入っていて、過去の作品だと、Searching for My Future とか Miss Moonlight って、まあ Amazon プライムでもあるんですけど、それはもう結構全編 POV のイメージで、まあ要は二重構図、まあダイナマイトソーバーミなんかもそうなんですけど、結構その、好きなんですよね。その、もう実際の、まあ、いわゆるドキュメンタリーの映画というか。で、今回はちょっと少なめには、今まで結構やりやすくしたかなって、ちょっと少なめにはしてるんですけど、やっぱその要素は入っていて。入ってますね。だからまあ、メイキングドキュメンタリー映画が
混ざり込んでるのが、監督の作風かなっていう。はい。はい、まあ、あと出演者の外国人の方がいて、はい、で、韓国人のパクさんとか、はい、あとネパール人のラムさんとかも、はい、特に演技経験がある方々ではなく、うん、今回出演してもらってるんで、はい、やっぱりそういう自然なところから、こう、スッとこう、いわゆる入れる方が、堅苦しくセリフを言ってってよりかは、うん、やっぱそういう面白いぞ、撮る旅だよっていうところで、スッとこう、ぬるっと入った方がいいものが引き出せるかなというのはありましたね。そうですね。だから単にもう本当に、監督自身が旅して、ちょっと見つけた人みたいな感じのね、はい、イメージがずっとあったんで、それはもう登場人物、はい、皆さんが、監督と芸人さん役以外の方は皆さんそうですよね。なんかそういう雰囲気ですよね。ありがとうございます。本当にどこにでもいるっていうね。はい、車ね、6歳の子も本当に演技初ですし、ね、うん。その辺がちょっと面白いなっていう感じで、ちょっと変わった作風やなっていう拝見しました。あ、はい、ありがとうございます。で、まあちょっとだからお笑いを追求してるんかなと思いながら見てたんですけど、ちょっとハードウォーミングな要素が、はい、そうですね、はい、ずっとあって、ちょっとほろっとするシーンが、ありましたね。劇場で。ありがとうございます。うん、はい。あ、こういうことを入れちゃうんやっていう感じ。そこはふざけないで、ま、真面目に撮ってるんだけど。ああ。はいはいはい。一瞬ほろっとするシーンがありました。そうですね。まあ、自分の手癖でほろっとさせにかかに行ったら、やっぱちょっと笑いに逃げたりとか、うんうん、やるとこう、まあちょっとこう、シャレの飯じゃないですけど、部分ありますけど、その、行ったり来たりはありますけど、はい、やっぱりどっかで見ていただいた方に楽しんでもらいたいんで、そうですね、やっぱ今回そういった要素もあります。はい、まあ、後半戦イコール、もうラストの展開が、まあ、言えませんけど、あれは予想外でしたね。あ、本当ですか。そういう、なんか、そっと、ゴールがそうなんやと思いながら見て、あ、はい、ちょっと、あ、こういくんかなと思ったら、ちょっと予想と違う展開で、でもまあ、それは、まあ、ちょっとまだ余韻残すような終わり方ですけどね。はい。それ見た方の判断に任せるみたいなところがありますけど。はい。うん、その余韻がいい風な感じで余韻残すなっていう。ああ、ありがとうございます。ちょっと最後、見てる方、ニヤッとしまうという。ああ、嬉しいですね。この終わり方はちょっとニヤッとしてほしいなっていうのはあったんで。いや、ありましたよ。ニヤッ。だからちょっとそこで予想外で、ええー、と思わしとって、はい。はい。最後にその手を叩く喜びじゃなしに、はいはい、ちょっとニヤッとするっていう。はいはいはい。余韻の。そう来たなっていう感じで、ニヤッとして笑いましたね。そうですね。はい。まあネタのオチ、漫才のオチじゃないですけど、やっぱそういったちょっと、そこに着地するかじゃないですけど。うんうん、まあひっくり返るほどじゃないけど、ほんまにちょっとニヤッとして、はい、だからそこで、はい、ハートウォーミングな終わり方やなと思いました。ああ、ありがとうございます。ぜひとはこれ、見ていただいた方、感じ取っていただきたいなと思います。はい、あ、嬉しいです。やっぱ、ロードムービーなんで、はい、終着というか、最後のこの、どうなるか目指した終着駅っていうのはすごい意識しましたね。そうですね。あんまりね、どんでん返しすぎてもね、ないやったんやと思うからね、はい、あれですけどね。はい。わかりました。で、もう一つ、この監督が、思いが入ってるのは、曲ですよね。あ、そうですね。はい、曲、まあ、劇版は浜野博親さんというミュージシャンに、はい、書き下ろして書いていただいて、素敵な曲が入ってて、はい、で、あと、劇中歌で、4曲、クロマニオンズさん、使ってて、うん、もう本当にもう、はい、今やもう日本のロックンロールといえばもう、うん、もう頂点といっても誰もが、もう納得の、うん、もう、そうですね、真島さんと河本博人のバンドで、うん、僕、ブルーハーツ、ハイローズ、クロマニオンズとずっと聴いてきて、はい、で、今回、なんとふんだんに4曲使わせていただいて。ね、すごいですよね、そこね。まあ、プレス監督、そう、喜びの弁が書いてましたけどね。めちゃくちゃ嬉しかったですね。うん、ね、まあ、この許可いただけたときに。ね、うん、作っててね、そういうのあったらいいですよね。そうなんですよ。まあ、あと、このちょっとあるあるなんですけど、芸人とかって、結構好きなんですよ。うん、マーシアンとヒロと。はいはい。やっぱ辺のこの感じがあるとか、で、手林で使ったりとかもしたり、芸人さんとかもいたりとか、うん、だから、そうですね、すごい等身大というか、で、まあ、ああいったくすぶってる、なんで売れねえんだろうっていう、この、もやもやしたやつに対して、勇気づけられて、うん、まあ、その孤独なやつが勇気づけられるのが唯一曲みたいなところが、なるほどね。やっぱもう説得力ないといけないんで、いろんなもう日本中様々な
人たちの背中を押してきたであろう、もう説得力のある言葉ですから。そうですね。あまりね、使われることがないんでね。このクラウドファンディングね。結構過去ないんだなと思って。そうですね。ファンの方も見てほしいですよね。いや、そうです。本当に見ていただきたい。流れてる曲、ね、映画っていうね。ふんだんに4曲は本当ないと思うんですよ。過去にブルーハーツの曲を題材にってオムニバスの短編の4本、5本ぐらいのあったんですけど、はいはい、まあ、もちろん見たんですけど、俺に撮らせてくれよと思いましたね。なるほどね。クロマニオンズ版でいいんで、ハイローズ版でもいいんですけど、クロマニオンズ版ですよ。まあ最初に。撮らせてよと思いましたもん。まあなんか今回はね、まあその思いもね、叶ったんでね。そうですね。4曲ふんだんに、もう本当ここでしかないって曲を選んでるんで。はい。本当にね、もう監督の集大成のお祝いみたいな感じでね。あはからのお祝いで。な、普通あれですね。だからそのね、やっぱり商用以下もそうですけど、この駆け引きっていうんですか、逆にそのアーティストさんの方から主題歌使ってほしいっていうパターンもあるし、はい、逆に、はいはい、依頼していっても NG のね、こともあるし、はい、それがもうそういう割合、簡単かどうか知りませんけど、使用できたということはね、非常に自慢できると思います。もともと僕、クロマニオンさん好きで、インタビューとかも読んだりしてるんですけど、はい、まずその映画用に書き下ろすとか、CM 用に書き下ろすって絶対しない人、うん、はいはい、書けないって昔から言ってて、はいはい、自分が好きなことを書いてるから、うん、何とか用には書けないっていうのをずっと知ってたんで、はい、だからまあ今回はまあ僕がこの曲だったら映画にって思ったら OK で、もう嬉しかったですよ。なるほどね。ですね。ぜひともその思いも出てると思うんで、使い方とかもちょっと見ていただきたいと思います。はい、あ、ぜひ。はい。はい。作品の方ですけど、11月4日土曜日から17日金曜日まで、新宿のケイズシネマですね。はい。はい。インデベンズのね、5点と言われております。ここから全国に広がっていくっていう。広がってやりたいですね。本当に。一周目が14時20分からの予定ですね。はい、一周目、そうです。はい、二周目が冷凍ショーで21時台かなという予定ですね。劇場さんからまだ決まってないけど、21時前後って言われてます。はい。一応、毎日舞台挨拶が予定されているということで。はい、もう、はい、毎日行きます。監督に行ってね、終わったとぜひとも感想なんかをね、直接、ね。あ、嬉しいです、ロビーとかで。行っていただいてね。行っていただいて。ニヤッとしたよとか。そう、合言葉ですよね。ニヤッとした。これを見て言ってくれた人はニヤッとしたっていうのを最後に言っていただければと思います。はい。はい、ということで、いろいろお話をさせていただきましたけども、最後にまたメッセージよろしくお願いします。はい。はい。はい、ありがとうございます。まあ、なんだかんだで本当、今回の映画は、それこそ小学生から大人まで楽しめる映画を作りたいなと思ったんで、はい、まあ、本当に、エンターテインメント映画になってますんで、見ていただいて、幅広く見ていただいて、楽しんでいただいて、中には見た中に、ああ、なんかちょっとこんなことも感じたなってこともあるかもしれないし、なくてもいいですし、単純に楽しんでいただきたいなと思ってます。はい。もうここからぜひ広がりたいなと。くすぶった男が、これをきっかけに何とかブレイクしたいなと思う、うん、頑張って作りましたんで、ぜひ見てください。はい。ぜひとも東京でヒットしまして、関西公開につながりますので、はい、はい。はい。微力ですけど、応援させていただきますんで。はい、ありがとうございます。多分ね、関西で見られんって寂しい方、ね、いらっしゃったら、あれなんで、配信になる前に、はい、劇場でスクリーンで。ぜひスクリーンでお願いします。はい、ということでございます。今日はね、はい、忙しい中、インタビューさせていただきまして、どうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。とりあえず、はい、今日のゲストは、松本拓也監督でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。